人間じゃない？なんかね、大きいよな。なんかドア開いた。誰誰？なんだろう、なんか来た。なんか来た。なんか来た。うわー。うわー。ラッシー。本物だ。ラッシーだ。うわこれ。うわこれ。怖い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 。机めっちゃ重い。皆さん、また時代が動きました。怖い。なんとこの超ニコラジベースに。生で見ると怖い。すげえ、でけえ、でけえ、でけえ。ふなっしーさん、こんにちは。うわー、よろしくお願いします。ふなっしー、すいません、すいません。どこで声を拾えばいいんですか？ちょっとさつきに探して。ふなっしーさん、しゃべってもらっていいですか？何か。これマイクなし？これマイクなし。あ、OK です。 OK です。 OK です。山田さん、助かった。帰ってきました。助かった山田さん。どうしましょう。なんか変なの入ってきてるんですけど。ふなっしーが乱入してきたんですけど。なんで喋らないんですか？さっきまであんな楽しく歌ってたじゃないですか。めっちゃガッチャマ歌ってたじゃないですか。じっと見てた方が楽しいから。ふなっしーは、あ、確かにそれは。ほらほらほら、見てごらんこれ。やめて、壊さないで。ふなっしー、やめてやめて。ほんと、いや、ついに本物に会えたね。すげえ。ふなっしーだ。いや、やっぱいるんだね、ふなっしーってね。ふなっしー、ふなっしーっているんだね。生で見るとね、迫力ある。ねえ、でっけえ。いやいやいや、すごいわ。やっぱ感動するね。だって今もうこれ向かいでは安倍晋三待ちと、はい、今こっち全く興味なくてふなっしーに興味ない。もうすごいことになってるから。すごい、総理とふなっしーの板挟みですよ皆さん。すごいことだよこれ。かわいい。うわやばいな、倍倍します。え、ふなっしーさん飛べるっすか、もしかして？世の中的には多分もうふなっしーだな。言っちゃダメだった。やめとく、やめとく。あ、あの仕切りとかはもう全部山田さんっていう、あのこちらに山田久志さんっていうから、いやもうここのパートはもう仕切りとかないんで。自由に、はい、していただければ。ふなっしー、コメントでね、あのジャンプしてってコメントが来てます。うえー、マジか。いて、容赦で、マジで容赦で。面白い、面白い。すげえ面白い。めっちゃ威力半端ないよ。すげえ面白い。さつきが大丈夫、ボロボロなっちゃってるよ。そして後ろで赤石先生がモニターを押さえてるっていう。ふなっしー、ふなっしーは、ふなっしーはあれだよね、ニコニコ超パーティーに出るんだよね。そうです、素晴らしい。どこが口だかわかんねえんだよ。ちょ、目そこ、目そこ、目めっちゃ多いよ、目でしょ。みんなよかったら遊びに来てなっしー。待って、大丈夫、合ってる。来た来た。目じゃないか。すごいよ、すごいことになって。ちょっとみんな、ふなっしーに何か、何聞きたい？何聞きたい？何聞きたい？ちょっと、ね、ふなっしーはどこでニコニコ動画を知ったの？これさ、うん、マイクインストールしたらどうなし？インストールできんの？インストール、え、マイクをインストールできるの？どういうこと？インストール？もうインストールした。いや、中あっち。体温がね、なんか汗くせえし。ふなっしー熱いって言うな。よしじ、ふなっしー、果汁の匂いだし。果汁、やばい。みんな聞こえてるらしい。あ、聞こえる、聞こえやすい。聞こえた、聞こえた。されてらしい。やばい、やばい、やばい、やばい。ふなっしー、やめて、やめて。ふなっしー、ふなっしー、かわいい。ふなっしーね、この度はね、あの地元の応援してる船橋市のツイッターをフォロワーが超えてしまったということで、おめでたいことになってますけども、どうなんですかこのニコニコ超会議、来てみて感想は。こんなにね、はい、みんながこう賑やかで遊んでるっていうの知らなかったなし。一番賑やかなの誰だよ。もうすごいことになってるけど、でもそんな風に思ってもらえてるんですね、ニコニコ超会議も。楽しそうだしな、みんな。一番楽しそうなの誰だよ。やばい、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 やばい。山田さん、なんでこういう時喋んないんすか。いつもすごい喋るのに、なんでここだけ。あのね、ずっとね、うん、赤石先生がずっとね、モニターとかありますからね。後ろにも振るんで。あの、ふなっしーが今一番気になってるブースはありますか？ふなっしーが一番気になってるブースはどこですか？ふなっしーね、はい、ちょっとドラクエブース気になるんだ。ドラクエブース、ゲームやんの？え、ない？ゲーム、ゲームやるの？ゲーム大好きなし。
しょ、ね、どうやってファイナルファンタジー10なんか5回ぐらいクリアしたんですよ。マジか、話合いそうだな、ブナシーと。新しい泣きますよね、あれね。泣きました、ね、最後のね、あのシーンはね、泣いちゃうでしょ。なし汁がいっぱい。もうギャーブシャー、暴れるたびに大災害が起きてる。このなし、もう山田さん、なんとかしてくださいよ。あと進撃の巨人のブースとかあるなし、うん、あ、そうそうなんですよ。立体起動装置無理だって、無理飛べないって、無理だって、立体だし、立体起動つけたいだし、だって立体起動つけなくてそんな飛んで、やべーそんな飛んでんのにね。山田さん助けてくださいよ、もう。すげえ楽しい。あ、なんかなし、フラッシュ出ますよ、何か。え、絡んだら火傷するみたいな顔してるなし。絡んだら火傷するみたいな顔してる。バレた。うわー、もうその通りな気がするけども、あのコメントで来てたのは、フナッシー何歳って来てます。フナッシー何歳ですか。あ、フナッシー、フナッシー何歳。あ、1875歳なし。結構いってんな。1875、だいぶ年上じゃないですか。な、そういえば、フラッシーニコニコ動画にラジオ体操動画上げてましたけども。あ、そうなんですよ。さっきもね、うん、踊ってみたブースでお姉さんたちと一緒にラジオ体操やってきたなし。あのお姉さんたち、実は NHK から来た由緒正しきお姉さんたちなはず。本当なし。腕振りましたら、そのお姉さんちょっと軽く殴っちゃったなし。やばいなし。何やってんすか、もう。だってものの5分からなだけ俺あちこちいて、すごい。フナッシーは普段何を食べたらそんなカロリーを摂取できるの、そんないっぱい動くための、ね、あ、フナッシーの好物、うん、フナッシーの好物ね、お肉に。そこなしじゃねえのかよ。美味しそうです。そこはなし PR しとけよ。肉汁ブシャーン。そう、お肉ね、あの、美味しそうだしな。フードコートにあるから食べてってね、後で。山田さんもこっち見ようともしなくなっちゃった、もう。いやいや、どうしよう。もうみんなとコメント見てるから大丈夫。みんなちゃんと喜んでる。酔っ払ってちょっと歌って気持ちよくて疲れちゃって。あのね、ガチャマン歌ったらもう声枯れちゃったんだから。本当だ、バリバリじゃないですか、もう山田さん。すごい盛り上がってましたね。ふなっしーはもう大相撲とか他のもの見たの？あ、大相撲見てきたらしい。お、なんかピチピチした力士さんがいっぱいありそうな。ピチピチした、大相撲ピチピチしたっていう目線で見た人初めて。人じゃねえなー。一番ピチピチしてるけど。ジューシーなし。かじまさなし。でね、なんか相撲取りのなんかお偉いさんが写真撮ってくれよってきたなし。あ、いいですよいいですよって言ったら、カメラ撮ってくるから待っとけよって、なんか上から目線だったらしい。めっちゃビビったらしい。待っとけよ、威圧。カメラで待っとけよ、かっこいいやつ。うわー、戦闘機とかは見ました？アパッチとか飛んでますけど。見たいだし。まだ見てない。フナッシーもミリオタだから、うん、あ、ミリオタなんだ。ミリオタなんだ。ドベイタ通りで軍物のバッグとか買ってたなし。うわ、ガチ勢だ。そうなんだ。逆境とか買ってたなし。そこアパッチあるよ、フナッシー。そう、アパッチ嬉しいですね。そこアパッチだと、なんかあの装甲車みたいになったんでしょ。あれ、フナッシーは何を PR しに来たんだっけ、そういえば。あ、なしの PR だし。なしのなしのなし、今年もよろしくなしな。おー、すごい。なんだろう。え、フナッシーはさ、はい、あのお肉好きって言ってたけど、なんかフードコートで食べたものとかってないの？なんかね、うん、この会場来てから、うん、ずっと引っ張り回されてて何も食べてないの。ごめんね、ごめんね。食べかけのお肉と食べかけのカレーしかないから、これはフナッシーに。あ、あのポップコーンもあるけども、うん、ちなみにその料理は何なし？これはね、フードコートで売ってる骨付き肉とカレーです、特製。そうなんですよ、うん、美味しそうなしな、骨付き肉食べたいなし。え、食えるの？もちろんなし。すいません、あのフナッシーが、はい、そろそろあの別のところのブースで呼ばれてるんで。そうだね。忙しい。残念でした。いいですか、お肉は申し訳ないですよ。そろそろ解放してあげていいですか。はい、はい、皆さん、あの、あ、もうね、すごい集まってくるんだけど、すごい人気、ね、すごい、ありがとね。だからやめちゃった、バンバンしない、やめろって、それを。やめやめて、怖そうだね。やばいやばいやばい。あのマイク回収して、マイク回収して。ちょっとインストールしたマイクをちょっと、そうそうそう、あの、はい、アンインストールしてください。あ、柴田、最後に一言メッセージ聞くの忘れてた。ありがとう。アンインストールされた。ふなし、ちょっと、はい、アンインストールされたんだけど、あの最後にみんなに一言もらっていい？ニコラジ見てるみんなに。最後に一言。この後もニコニコ超会議楽しんでくれ、なし汁ブシャーン。ありがとう。
た。ありがとうございます。ありがとう。ふなっしーちゃんと礼をする、礼儀正しい。うわごめん、全然撤回する。ない、それは、それはない。すごい。じゃあちょっとあの片付けがあるんで、僕このまんまじゃあボカニコブース行ってきます。行ってらっしゃい、さつきくん。みんな来てね。すいません、山田さん、あのせっかく帰ってきてもらって申し訳ないんですけど、今から片付けをしなきゃいけないんで、一回曲いっちゃっていいですか。行っちゃってください。もう僕声出ないでもうダメです、これ。早いです、山田さん。もうまだお昼、お昼。じゃあすいません、曲お願いします。ボカニコブース来い。